UTNTV をご覧の皆さん、どうも禁断の実を食べて一緒にぶっ飛ばないか UTN でございますって何かを我慢して生きてるてめえたちだったり、やりたいこともできないとか言いたいことも言えないこんな世の中で、ポイズンを心の奥に抱えちゃってるやつも多いわけじゃん。だからこそ俺はこの UTNTV を通して、もっとてめえたちがやりたいことをやって生きたいように生きれるようになってほしいよねっていう話だから、一切何も我慢せず絶対にストレスを溜め込まないようにしてるこの UTNT の生き様を見て、てめえたちも生き方を今一度見直してもらいたいよねっていう話だよね。ただそんなあまりにもありがたいアドバイスをてめえたちに俺がしてやったとしても、人間とは弱く儚い生き物トゥエオっていう話だから、何かに依存しがちなてめえたちもいるわけじゃん。そんなあまりに弱いてめえたちを救い出すたった一つの手段をこの U20 は知ってるよねっていう話なんだけど、それが一体何なのかっていうと、今すぐにこの U20 のチャンネルを登録する、ただそれだけだよね。そうすることでてめえたちにはこの U20 がいつでも味方になってやるよねっていう話だから、これ以上しょうもないことで悩んだり心を病む必要も一切なくなるよねっていう話だし、やりたいことをやって生きてる U20 を毎日見てれば自然とてめえたちも前向きになれるし、むしろ前向きになる言葉だったらいくらでもかけてやるよねっていう話だから、迷わずに今すぐ目の前のチャンネル登録ボタンを押して、てめえの人生を前に進むきっかけを作れよっていう話やね。で、まぁ、今回ね、この U20 を通してね、まぁ、てめえたちにね伝えたいのが、いよいよね、先日のこれこれ生放送で薬物の使用が暴露された、顔にポケモンのついた小峠 AKA ヨッキーなんだけど、ここに来て本人がその件について動画を更新して、わけのわかんない釈明をしているということでね、完全にその場しのぎで適当なことしか言ってないクソ野郎に、この U20 も自ら本人の動画にコメントを残すくらい怒りに震えていて、直々に目を覚まさせてやんなきゃいけないよねっていう話だからね、まあ、この U20TV 撮ってるよねっていう話だね。ヨキの薬に関する暴露の詳細に関しては、ちょうど俺が2日前最速で出した、あまりにも内容がわかりやすすぎて、すでに神動画との評判も高い、その渾身の動画もぜひ合わせて見てほしいよねっていう話なんだけど、ヨキは先日のこれこれ生放送や、この U20 の動画を受けてたのか、ちょうど昨日の深夜に、今回の件についてっていう動画をアップして、なんと驚くことに、これこれ生放送でリークされた、薬をやっていた事実をあっさりと認めちゃったんだよね。ただその中で本人が語ってたのが、あくまで自分の心が弱ってた時にそれを使うことがあっただけで、決して自分は依存はしていないと、そんなわけのわかんない主張をしちゃってるよねっていう話なんだけど、てめえそれを世間一般では依存って言うんだよっていう話だし、そもそも依存してる当の本人が自分が依存してるって自覚することは絶対にないからっていう話だよね。さらにヨキはその動画の中で、てめえこの動画自体も薬決めながら撮ってんじゃねえのっていうくらいに意味のわかんない言動を繰り返しちゃってるよねっていう話なんだけど、今はもう薬をやっていなくて警察に出頭しようと思って弁護士に相談したところ、その必要はないっていう結論になったと。そんな意味不明な理由をつけて警察から逃げようとしちゃってるよねっていう話なんだけど、まず先日のこれこれ生放送を聞いてる限りでも、最初に暴露があった時点でコレさんはヨキにその真偽を確かめるLINEをして、その際にきっぱりやめましたと、そう伝えてたわけなんだけど、蓋を開けてみれば実際には全くやめてなかったわけじゃん。だから今回ヨキが動画で語ってる今はやってないっていう言葉も全くもって信憑性ゼロだよねっていう話だし、そもそも薬の所持や使用って民事じゃなくて刑事事件になり得ることなんだから、弁護士関係ねえしてめえ相談するところ間違ってっからっていう話やね。っていうかそれ以前に弁護士に相談したっていうこと自体ほぼ確で嘘としか思えないし、てめえがどれだけ言い訳を重ねて逃げようとしても完全に無駄な抵抗でしかないんだよね。しかもてめえがもうやってないって言うんだったら、ごく最近のタイミングでブリーチしてそんな汚ねえ髪色になったのはなんでか説明してみろよっていう話だよね。それもどう考えても、今回てめえが暴露されるっていうことを事前に聞きつけて、証拠隠滅のために万が一ガサ入られたり、取り調べを受けた際に髪の毛から反応が出ないように、証拠隠滅のためにブリーチしたのがバレバレだよねっていう話だし、てめえ自身に本当に罪の意識があって、ファンや関係者にとって本当に申し訳ないと思ってんだったら、さっさと警察に出頭して、一緒にやったやつの名前も全部吐いてみろよっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、小峠系 YouTuber ことヨキキが薬についての釈明動画を出して、その動画の中でのわけのわかんない言動から、もはや完全に依存の言い訳ができない状態になってしまったと。
いうことでね、まあ、このユニティ TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、ちょうど俺が同じタイミングで取り上げた DJ 社長とテンチムが同時期に海外渡航したことに関して取り上げた動画があるんだけど、もともとヨッキとレペゼンってよくコラボ動画を出してたり、結構仲良かったわけじゃん。だから今回のあまりに突然で不自然な DJ 社長の渡米に関してはかなりこのUTNT的には勘ぐってる部分があるんだよね。そしてちょうど一昨日俺がツイッターに上げたヨキキと一緒に薬をやってたとされる残りの4人が誰なのかっていうことに関しても、このエドガー20のあまりに鋭すぎる推理力に加えてフォロワーからも様々なリーク情報をもらってるよねっていう話だから、ヨキキ本人が他の4人に関して口を割らねえんだったら、この U20 が動画で発表してやろうかっていう話だから、その他の4人だったり、それを売ってた奴らに、くっしょめされてるかもしくは詰められてるかもしんないんだけど、断ち切るなら断ち切るで、決死の覚悟でてめえは行動するべきなんじゃねえのっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、動画を見る限りでも本当に落ちるとこまで落ちてしまったよきだよねっていう話なんだけど、今後本人の口からさらなる情報が聞けるのかどうかっていうことに関しても注目していきたいよねっていう話だし、昨日の GRWM 動画でも見せた通り、この U20 はよきとは違って髪をセットしなくてもすっぴんでも当たり前にイケてるよねっていう話だからね、今すぐにチャンネル登録と高評価を押して通知もオンにした上で、次の動画また全力で開けてもらったと思います。それではね、またネクストUTNTVでお会いしましょう。Hold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だろう。醸し出す by cock のフレーバーなんでだろう。夢の超特急で解くはまだ超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう僕の Have you fan? イチャラソウプッシー開いてビッバン。キムチ群がる黄金の国ジパン。無駄な挑戦フルボッコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンガン。文句だけはゴリパテもタリキホンガン。震災の影響で全国開催者フラッグ。お前の顔よりは見たいやのこのファイナルフラッグ。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit。 操作されたラッパーこぞってまとまつぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go away now。 We're on the top。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ。痛みと希望も抱いて少しでも解決状況 on the my way。